キックオフ。まずは白のユニフォーム京都ハンナリーズのボールからとなっていきます。右から左の攻めです。レイマンがここはミスマッチになっています。勝負に行ってバンクショット決まった。守備のガードナーやや遠め、さあガードナーいきなり来ましたね。ラバンテガードナー個人通算1万1000得点達成という、コーナー3狙い。さあここも早く攻めていってセーファー決めて、使えないかっていう三河がそのあたりしっかりスリーポイントを打たせないようなねディフェンスをしているんですけどね。これはよく決めました。マシューライト今日チームで初めての人から木蓋が後半頭から出ています。後半はポイントガード木蓋から決めたフェーダーウェイケビン・ジョーンズ、お返しになっていきます。前田すごい、久保田もいいですね。最後は木蓋決まりました。2本目の成功。ここもドライブ、ジャクソンの交代ですね。マシューライト連発なるか、来た。ショートブースターは3連発を願っているが、ちょっとスティールになった。相手と完全にこれはもう相手がいませんのでパワーダンク。マシューライトのスリーポイント連発とともにチームも調子が上がっている印象。そのライトがしっかりとリバウンドを取りました。早く一桁センターに戻したいところ。ここでスリーと前田、前田にスリーが来た。温かい拍手が起こっていました。さあここはその青木と対峙になりましたが、ゴリ押しプレーといった感じで今ついてましたからね。ーガードナーよく決めます。ガードナーインサイドアウト、スティールいった。いや今隅野の動きが非常に良かった。最後はしっかりレイバン決めて、しかもバスケットカウント狙ってますよ。3秒、押し込んだ。うまくタップしていきました。チャールズ・ジャクソンです。今日はチャールズ・ジャクソンとケビン・ジョーンズです。うわすごい、リープダンクになりました。は時間をフルに使っていきます。そしてオーガスト、ちょっと待ってください。今最後時間をたっぷり使ってガードナーが遠いところから打っていきましたが、これもイデソンがよく取った。1秒、そのまま流しまして87対71、ホームのシーホース三河勝ちました。